今日は東京のストリートでフェラーリローマに乗っています。実は昨日箱根のワインディングで初めてこの車を受け取ってからドライビングをしてきたんですけれども、正直想像とは全然やっぱり違って、この優雅なスタイリングから受けたイメージとは全く違う、まあ本当のピュアなフェラーリでした。フロントミッドシップに V8 のツインターボエンジンが搭載されているんですけれど、とてもね低い位置に搭載されているんで、もう前後の重量バランスもほぼ50対50に近い数字を達成しているそうで、まあ、ハンドリングは古典的な FR スタイルなんですけれど、とてもサーキットを走るようなルックスには見えないですが、でもおそらくサーキットを走ってもかなり速いフェラーリだと思います。そんなねものすごい高性能なスペックを体感できたんですけれど、今日は東京のストリートなんで今コンフォートモードで走っています。アイドリングストップ機構がついているんで、これは本当にありがたいですよね。実はこのローマデザイン的にはそんなに大きい車に見えないんですけれど、ほぼ81にスーパーファーストと変わらないんですよね。まあ、そこはねデザインの巧みというか、すごくコンパクトに見えます。そんなエレガントなスタイリングを持ってるローマはこのストリートでもすごく溶け込んでいて、このローマブルーっていうね美しいこのブルーメタリックカラーが東京のこういう街中でも似合ってるんじゃないかなと思います。でね、ロードノイズとかそういった雑音は一切入ってこないんですけれど、意外とリアからこの聞こえてくるエキゾーストの音がボリュームはそこそこ大きいんですよね。ですからボディに感じる振動やその他の音を聞いている限りはとっても静かな乗りやすいセダンに乗車しているようなそんな感じもしますけれど、やっぱりねこのリアからね聞こえてくるこのサウンドですよね。このサウンドが、ああ自分は今跳ね馬に乗っているんだっていうことを常に意識させてくれると思います。それと今までのフェラーリと比べてこのインテリアの造形美がすごくねこうドライバーをこう包んでくれるようなデザインになっていて、室内は決してね狭くないんですけれど適度なタイト感があって心地いいですね。まあ、こういうところもスポーツカーをたくさん作ってきたフェラーリならではのデザインの新しい意匠なのかなと思います。まあね、時速40キロぐらいでゆったりと流してるんですけれど、本当にね乗り心地はいいです。で、明らかにミッドシップ V8 を積んでいるフェラーリとの違いはサスペンションのストローク量かなって僕は正直感じているんですけれども、決してねソフトっていうイメージではなくて、やっぱりあの FR レイアウトなんでミッドシップよりはねきちっとこう足回りを動かしてあげて車を走らせることが可能になっていると思います。ミッドシップのエンジンの車っていうのは基本的にはレースカーから発想が来ているんですけれど、運動性能は高いんですけれどキビキビもちろんね動きますが、その分やっぱりたくさんね車を動かしちゃうとコントロール性もシビアになりますし空力も影響するんで、そういったね考え方からサスペンションストロークは
少なめになっているんですけれど、やっぱりこの古典的な FR レイアウトっていうのはある意味許容範囲が広いんですよね。そういう意味ではきちっとこう足回りを動かしてあげることによるコントロールの幅を広げてあげるとか、それからタイヤの接地性を高めるとか、そういったセットアップの方法が全然異なっていると思います。そういう意味ではね、このローマは決してフェラーリというスポーツカーに慣れていない人でもスッと乗りこなせてしまうような懐の深さを持っていると思います。で、この新しいタッチパネルをね、皆さん結構使いづらいっていう方多いんですけれど、まあ、僕はね正直これはね慣れかなと思いますね。ステアリングも気にしてないとね、ちょっと手を触れてしまって違った表示が起動してみたりするんですけれど、一度ね慣れてしまうと、この本当にね軽く触れてあげるだけで操作がパッ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 と切り替え可能ですし、選択もできるんで、運転に集中しなければいけないハイウェイドライブとかではすごく助かりますね。ただね、操作の手順とかを頭に入っていなくて、メーターをね見ながらこれかななんて操作をしているとちょっと慣れるまではね、かなり使いづらいなって、昔のようなね機械的なダイヤルとかそういった機構の方が使いやすかったなって思われるとは思いますけれど、でもこれはこれでね、スマホと一緒でガラケーからスマホに慣れちゃったらもうスマホを手放せないのと同じで、やはりこのタッチパネルに慣れてしまったらもうダイヤル式のものは煩わしいなって感じるようになるとは正直思いました。ワインディングでも感じましたけど、このすごくねノーズが長いんですけれど、決してね運転してみるとこの長さが気にならないんですよね。これはちょっとね嬉しい驚きですね。やっぱりね前が長すぎるとその分気を使ってステアリングを回すスピードも変えたりするんですけれど、そういったねことを一切気にせず本当に自然にドライブが可能なんで、まあ、街中でもその乗りやすさは変わらないですね。今ねトランスミッションはオートマチックだと5速ギアを選択してますね。時速30キロしか出てないんですけど、5速でも走れるぐらいトルクフルなエンジンですね。全幅が 1974mm もあるんですけど、このねワイド感もこうしてゆったりと走らせてる分には全く大きさは気にならないですね。やっぱりねローマはこうやってねゆったりと走らせてあげるのが一番似合ってるのかなと思いますね。イタリアで開催されるミレミリアでローマの街中を僕は1956年式のフェラーリ 250GT ゴアーノで走らせたことがあるんですけど、この250GT もインテリアはねこのローマと同じようにすごくゴージャスで上質なレザーで失礼であって、ですけれどフロントミッドシップに V12 のフェラーリエンジンが搭載されていて、アクセルをね踏めば踏むほどものすごく乗りやすくて、甲高いエキゾーストの音も奏でてくれて、今の現代でもね全く遅い部類ではない、むしろかなり速い部類に入る、そういったクラシックフェラーリなんですけど、このボアーノもこのローマに共通する点があって、とてもしなやかに動くサスペンションと、そして、まあ、ライトウェイトなことですよね。その250GT ボアーノも外見はねとてもエレガンスで優雅な GT スポーツカーっていう体なんですけど、いざドライビングしてみると完璧なレーシングドライブが可能で、ワインディングなんかも本当にね限界ギリギリまで V12
ブレーキングを遅らせた走りもできましたし、限界期でのね、その攻めた時の車の動きがこのローマに通ずるものがあって、やっぱりねフェラーリってそういった優雅なルックスを持っていたとしても、ドライバーが本気で走る時にはきちっと応えてくれる、そういった車作りを1950年代から今日までずっと継承しているんですね。そういったね点がねやはり素晴らしいなと思います。今朝の8時4分で、気温は今日は23度ぐらいで、こうウィンドウをね両側を開けてもとても心地いい風が入ってくる、そんなドライビング日和になっています。ちょっとマニュアルモードにしてみましたけど、正直ねこの街中の制限速度の範囲だと2速で3000回転しか回らないですね。本当のパフォーマンスを発揮するのはワインディングなりハイウェイなり、もしくはクローズドコースに持っていかないとダメですね。ハイパフォーマンスな V8ツインターボエンジンを搭載したフェラーリの中ではね、唯一コックピットに座ってもこうしてストリートで走らせてても緊張を車が要求しないんですね。このねソフト感がやっぱりローマの一番の売りなのかなと思います。高いハイパフォーマンスを有しながらもこれだけゆったりと走らせても全く苦にならない、ストレスにならないっていうね、このローマのテイストとっても気に入りました。